スコーナー、アコちゃんに叱られる。見事正解されると賞金1万円を差し上げますが、今週はチャンスが2倍、お二人の方に当たります。お答えいただく方は今日ファックスメールをくださった方の中から抽選で選ばれた幸運な方お二人、まず最初の方に電話をかけます。はい、1回5回までですよ。2回、はい、出て。もしもし、あこちゃんです。あ、こんにちは。こんにちは。千葉県勝浦市のラジオネーム書いてないんで、新一さんとお呼びします。あ、お願いします。はい、チャンスですよ。よく問題聞いてください。はい、超サービス問題、絶対に当ててくださいね。はい、はい、今日は柿花アナウンサーがお休みのため、アッコさんと仲良しのある方が急遽スペシャルパートナーとして出演してくださっています。はい、ズバリどなたでしょうか。はい、新一さん、俺ですよ。はい、今の問題の答えは何番？はい、4番で。はい、はい、これですよ。正解。正解です。ありがとうございます。いいね、チャンス問題で。あ、これはありがたい問題ですね。すごいですね。はい、今日ずっと聞いてました。え？今日ずっと聞いてました。あ、そうですか。ありがとうございます。なんか息子さんは東大で剣道部に所属してるんですか？すごい。そうですね、ちょっと今回昨日発売したとある剣道の雑誌にちょっと載ってたんですけども、はい、ちょっと仮面浪人をしてちょっと2年経って入ったということで、ちょっと途中で2ページ取り上げられてます。偉いの。まあまあまあ、息子さんも偉いしお父さんもラッキーですね。あ、そうですね。はい、よかったよかった。有効に使ってくださいね。 ありがとうございます。はい、おめでとうございました。ありがとうございました。よかったよかった。じゃあ2番目の方、はい、行きましょう。ではお電話おかけします。さあ、今日はもうお一方にチャンスがあるということで、出てくださいよ。先週ね、本当に、でも今新さんで待っていてくださった感じでしたけど、はい、1回。もしもし、もしもし、あこちゃんです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。千葉県船橋市のラジオネーム豆大福さん。あ、そうです。チャンス、チャンス。チャンスです。頑張ってね。はい、じゃあ問題です。こちらもサービス問題。アッコさんも今日のスペシャルアシスタントのカンニング竹山さんも今夢中になっている大河ドラマがあるそうです。つまりそのタイトルは何でしょうか。1、鎌倉殿の13人、はい、2、竹山殿の13人、はい、3、パルテノン神殿の13人、はい、4、サンマ御殿の13人。はい、正解はどうでしょうか。さあ、豆大福さん。え、あ、1番。早いね。そうです、そうです。おめでとうございます。これ簡単すぎますよね。よかったんですね。ありがとうございます。おめでとうございます。豆大福さんはちなみに、はい、タイガー見てますか。申し訳ないですが見てないです。大丈夫ですよ、私が出てるわけじゃないから。面白いですよ。アッコさんが出たらぜひ見ます。ちなみにアッコにお任せって見てます。あ、見てます。ありがとうございます。ラジオ聞いてたから見てるでしょ。いやいや、それで夜な夜なダンスが大好きなんでって。あ、そうなんです。はい、今日かかったので嬉しかったです。なんか6歳と3歳の息子と一緒にいつもっていうから、あ、嬉しいじゃないですか。聞いてます。はい、はい、どうもおめでとうございます。おめでとうございます。お使ってください。はい、ありがとうございます。どうも。以上、クイズアコちゃんに叱られるでした。はい。